Yeah, good. Team's playing very well, playing together. Good teamwork, good chemistry. So very excited to finish out this year and go into the new year. I'm having a little bit of health issues right now with my knee, so I'm just trying to be on the floor and do whatever I can to help the team win. I don't know that I'll be able to perform like usual, but if I can do anything to get a win, that's all I'm concerned about. 全チームに1勝ずつ絶対するっていうのを、まあ、今年の目標で、まあ、決まってて、それが着実に昨日も勝利できましたし、それが着実にできているので、これからも勝利を伸ばしていきたいと思ってます。まず復帰して、で今チームは去年と比べて相当成長してますし、相当いいチームになっているので、それの手助けができればと思ってます。And I'm excited. I'm gonna play hard. You know, every game is a blessing to play, and I'm just happy to be playing. Did you go Pokemon Center? Not yet. I really want to go though. I really want to go. 昨日我慢して勝ち取ることができたので、今日もしっかり試合に勝って終わりたいと思います。今日は40分間自分個人としてもブロンコスらしいバスケットをできればいいかなと思ってます。まあ今なかなか怪我人も続出している中で厳しい状況ですけど、まあ、年内最後ということなので、必ずいい結果につなげて、まあ、勝利という結果で終わりたいなと思ってます。僕自身はやっぱりいつも通り、まあ、スタッツに乗らない部分というか泥臭いところを、やるだけかなと思っているので、まあ、あんま目立たないですけど頑張りたいなと思ってます。しっかり勝って皆さんの前で笑って終われるようにはしたいです。僕はもういつも通りしっかりディフェンス頑張って、しっかりとスリーポイント狙ってチームに勢いを与えられたらなと思います。まあ、僕自身も早く怪我治して復帰して、まあ、ディフェンスからハードに、まあ、プレーして、まあ、僕自身ちょっと得点が少ないんで、まあ、得点も取りに行けるようなプレーを、まあ、皆さんに見せれたらなと思ってます。今年最後なんで、しっかり勝って、終わりたいなと思いますね。つまり、今日スリーポイント何本ですか？そうですね、まあ、最低5本いきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱり今、順位も関係ありますし、ここで勢いに乗って残りの試合、年内勝って締めくくれるようにみんなで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。年内ラストのホームゲームなんで、いい形でクリスマス、年末できるように、連勝できるように頑張ります。昨日も勝ったので、今日も連勝して勝利を届けたいなと思います。途中から出ると思うので、流れを変えるプレーを見てほしいなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。
動ダイヤで行くから。で、ルナシは話しないこと。で、プライムは後から出るときは3つだから、うちは気をつけろ。OK、でも昨日よりさ、3人いるんだから、ちょっと変に怖がって、なんつうの、先に交渉取ってないとかやると、ファンになっちゃうから、しっかり的確なことやっていけばいいから。しっかり耐えて最後勝ちましょう。OK。心配もどうのこうのってあって、ブライアン出ない中で、しかも今回立て直したのはチームの力だと思うから、やっぱその必要以上に、まあ、もちろんね、熱くなる時あるけど、言わなくたって、もう今、普通にやれば勝てる状況まで来てる。で、ここから、鹿児島、岩手で勝つかどうかで順位変わってくるから、一旦休んで、まだ火曜日のスカウティングからやっていくから、ゆっくり休みましょう。年内最後のホーム戦でしたし、やっぱり去年優勝したチームにどんだけできるかっていうのは本当に楽しみだったので、まあ、結果として2連勝できたのは本当僕らが今成長してるっていうのがしっかり出せたので良かったなと思います。ただやっぱファールが混んでしまってすごいタフだったんですけど、まあ、しっかりローテーションして、まあ、最後フミヤのスリーポイントだったり、レンのアタックだったりっていう風に個々の良さが出たので本当にいい勝ちゲームだったなと思います。本当去年開幕してから1年経ってないんで、本当怒涛のこの1年間だったなというのがあるんですけど、やっぱバスケットに関してはもうずっとやりたいことを一貫してきてやってきた男が
まあ、こうメンバーが揃った時に今力を発揮しているっていうところなので、まあ、本当これからも続けていきたいですし、まあ、今一つとしてこう結果として現れているので、まあ、それが本当みんなの自信になっているかなと思ってます。そうですね、ここから順位を上げて、ちょっとプレーオフ目指しちゃおうかなと思ってるんで、はい、皆さんもぜひよろしくお願いします。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。